おはようございます。速稼塾の久保です。先日はですね、消費税の増税に伴って多くの方が気づいていない社会保険料のね、値上がりとか、こういう現象をお伝えしましたけども、いや、びっくりしたなというね、そういうふうな反響もいただきました。で、今日はちょっとだけね、詳しくお話していきましょう。これは雑誌からの、天才といいますかね、雑誌からはいただいた情報なんですけども、消費税増税で多くの方が大騒ぎする中で、なぜね、他の増税で人は騒がないのかというテーマで、記事の方が上がっております。例えばね、消費税が 3% から 5% に引き上げられたのが1997年で、橋本政権の時ですよね。これが景気を失速させてデフレ不況を招いたとバッシングを受けたわけなんですけども、その後ですね、安倍政権っていうのは 3% から 2% 引き上げるのに5年半かかってるわけなんですよ。そしてですね、サラリーマンの方、ちょっと注目していただきたいんですけども、社会保険料は2003年にボーナスを含む総報酬制に変わったために、単純に推移を比較できないとしているんですけども、賞与5ヶ月分、これちょっとめんどくさいですね。単純に言いましょう。厚生年金、皆さんサラリーマンの方入られてると思いますけども、こちらの方はですね、 12.2% からなんとね、 18.3% と 1.5 倍になってるわけなんですよ。こちらに関して多くの方は意識があまりないと思います。で、健康保険は 5.8% から現在 10% になってます。要するに 1.7% になってるわけですよ。 1.7 倍になってるわけなんですよね。消費税の値上がり率よりも極端に大きいんですよ。そして介護保険料、現行は 1.73% ですけども、以前は 0.98% とね、1.8 倍になってるわけなんですよね。この厚生年金、健康保険、で介護保険っていう、トリプルの、ね、値上げがあったのに、これほとんどの方が意識してないんですよね。で、これで私が、ね、思うのは、テレビや新聞がこういう報道してないからだっていう風なね、方もいると思いますけども、ちょっとね、テレビや新聞を当てにするのはお方違いで、こういうことは毎月払ってる自分でチェックするべきなんですよ。あれ、給料明細見たらなんか社会保険料上がってないかみたいなことね、自分の支払いですから気づいていかないといけないんですよ。だからこういう意識がほとんどの方はもうないんですよね。給料明細をもう細かく見るってことはね、もう忘れちゃってるんですよ。一番最初はよく見てたんですけども、だんだんね、10回20回と受け取るうちに給料明細を細かく見る、そういう風な習慣がなくなっていって、右から左になってるんですよね。よく言って総支給がどのくらいかなって見るくらいなんですよ。で、私たちがやっぱり賢くならないといけないのは、それぞれの勘定科目ですよね。厚生年金があれ上がってるじゃんって、これ厚生年金上がり続けてますからね。で、健康保険も上がってるじゃんとかね、介護保険も上がってるじゃんっていうふうにね、大増税させられてるってことに私たちは気づかないといけないと。これは消費税なんて問題になんないぐらい値上がりがね、されてるわけなんですよ。誰かね、消費税の反対のデモはしてるけど、厚生年金値上げのデモとかしてますかねってことなんですよね。だから我々の手取りっていうのはこういうふうに減らされてるわけなんですよね。で、すごくね、悲しいことなんですけども、社会保険料ってのは国会の審議なしに厚生省の一存でいくらでも引き上げることができると書いてますけど、皆さんご存知ですかね。こういうふうに私たちの合意なく、どんどん引き上げられる税金もあるということなんですよ。こういうことにね、私たちはちょっと憤りを感じてですね、ここにもういいダクダクとして受け入れるんではなくて、何かしかの反抗しなければならないかなと思います。反抗の仕方が2つです。1つは増税をなんとかね、止めて別の方法でなんとかするっていうね、現在貨幣理論っていうのが今ありますけど、 MMT っていうのがありますけども、ああいうことを学んでいくとかね。もう1つは自分のお給料が、もしくは収入がね、こんな増税なんて問題にならないからどんどん上げていくことですよね。この2つのアクション、どちらかをしない限りは、私たちは永遠に奴隷のように、せっかく一生懸命働いたお金をね、家族のために使うことができずに、どっかの誰かわからない人の退職金というふうなね、そういうふうな悲しい使われ方をするばかりでございます。搾取でございます。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。やっぱりこうやって記事を読みながらだと喋りが冴えませんね。じゃあまた明日会いましょう。失礼します。